はい、今は4月6日の午後です。水道屋さんが帰って、はい、来た来たね。まあちょっとね、石油があんまないんで、でもね、ちゃんと電気通電させて、はいはいはい、お湯は出るかにゃ？熱い！え？あ、ここか。そりゃ熱いわ。あったかい！お湯で、あ、これお湯じゃん。まあお湯だけどさ。え、来た。はい、来た。ね。超長いっしょ。よし、今度は、今度シャワーは？はい、出た。はい、シャワーもお湯が出ている。あーっと、カメラに湯気が映らない。いやー、でもね、感無量でございます。これで戦闘台が浮くし、あと、あれだよ。毎朝うんこしたいからっつって、あ、うんこつった。まあいいか。これが俺のクオリティなんで。まあ毎朝ね、用を足すのに、近くの公衆トイレにダッシュをしなくてよくなったと。いうことで、こういうところで、ライフラインっていうものの、が整うと効率が上がるんですよ。作業効率が。だって、銭湯に行くための時間っていうのをどうしても取らなくちゃいけなかったから、それもどうかって思ったし、いや、整ったんだけど、あとはこのボイラーが壊れないために絶対やんなくちゃいけないことをこれからやりに行きます。いや、それは何かっつったら、ね、煙突屋根をつけに行かなくちゃいけません。なんでかっていうと、煙突が垂直になってて、煙突が垂直のまんまで、刷毛口も垂直についてるんよ。で、ちょっとカラカラって回るやつなんだけど、あれが垂直になってるから、雨水がとか雪がね、全部落ちてくるんよ、ボイラーの中に。だからこれまずいから、ちょっとそれをまた嫌だけど屋根登って確認して、また買いに行ってきます。はい、はい、以上です。はい、これ煙突です。まあそれは良かったんだけど、お湯は出るけど、これ垂直のやつだから、これ屋根がないと水が落ちてくるんよ。うん、俺はちょっと変えないとだな。だいたい直径が多分15ぐらいあるから、ちょっとこれをまた今からイオン行って買ってきます。はい、まあすっかりもう夕方になっちゃったから、まあとりあえずこれが、なんか屋根がすげえ滑る。で、これが立て付け悪くて、これだよね。うん。このすぐ下がね、これ、わかるかな？すぐ煙突の穴なんだわ。ね。だからね、雨水が落ちるんよな。煙突の中に。だから、ちょっとこれ変えます。はい、どうも、井上です。今回はですね、もう30、あ、まだ、この時はこれ37だったね。17が俺誕生日だったんで、ですね、まあ、1段去ってまた1段、で、その1段が去ったらまた1段。
去年の段階からこの煙突ぶっちゃけどうなんですかっていうのは思ってました。一昨年の段階ですね、あのここにあのなんだっけな、テレビのアンテナあったんですよ。でそれを取った時にもうんっていうハテナマークはあったけれども、まだそのボイラーっていうところまで行ってなかったんですよ。要は現金一括であの買っちゃったから、そのすぐ出稼ぎに行かなくちゃいけなくて、まあそれいう兼ね合いでこういうところに気づけなかったっていうところですね。やっぱりよくよく見たらね、雨水も入ってました、燃焼室に、あの前のボイラーに。だからこれまずいなって感じです。前のボイラーは、なんだろう、タンクに水を入れるパイプ、導管の破裂、灯油漏れ、燃焼室に雨水のたまり、まあすごい状態でしたね。良かったです、ボイラー買い替えて。はい、でこれが耐熱セメダインですね。これはゴールド。まあ、だいたいあれ。まあ、だいたい、あ、これじゃないか。あ、まあいいか。こっちはね、セメダイン X。まあ同じもんだね。まあだいたいこれは熱に強い。ものですね。もう一本買ってきたけど、まあ、いらなかったね。で、だいたい10分ぐらい放置して、ちょっとネバネバしてきたら、まあ、これ新しいのつけていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと10分ぐらい待とうと思ったんだけど、まあ、日も暮れてきたし、寒いし、あの、高いところ俺が嫌いなんで、暗くなったら、あの、はしごから降りるのが難儀なんで、ちょっともうこのまんまやります。乾け、もう。まあ、この時本来10分待って、あの乾くちょっと前はあのすごいネバネバして、あのシールの裏側ぐらいに、シールの裏のなんか粘着テープみたいな感じになるらしいんですよ、このセメラインは。でもまあそこまでね待ってらんなかったですね。やっぱりあの高いところとはしごって俺嫌いなんで、もうこの時点であの膝笑ってるんですよ、めちゃくちゃ。だからまあ、とっとと降り、済まして、とっとと降りたかったんですよ。で、まあ、あとね、雪をストッパーがあるところは、ちょっとね、おかしいですね。屋根の角度変わってましたね。だから、雪のストッパーは全部外しても、雪はもう全部、あの、滑って落とすようにするかっていう感じです。どうせ今年の冬もスキー場行かなくちゃかなーなんていう感じなんだけれども、どうなんでしょうね。はい、ミッションコンプリートでござる。寒いし怖いからちょっともう降りるわ。俺ね、もう屋根から降りれない。ちょっと屋根も塗りたいんだけど、なんかね、雪が滑ったんだね、あそこ。あの雪止めがあるところ、なんか屋根が滑ったっぽいよ。で、なんかね、ちょっと屋根の角度変わってるんだよね。だから、あ、どうしようかな。冬はちゃんと雪下ろしはしないと、ちょっといよいよ滑れなくなる可能性大だな、こりゃ。はい、ですね、やっぱり雪が滑った後がちょっとまずいっすね。雪のストッパーがあるんですけど、あれなんでストッパーがあるかって言ったら、あそこはエアコンがある部屋で、ストッパーで止めてる雪を中でエアコン焚くことによって実は溶かせるんですよ、構造的に。だから多分そういうことをしないと、まあああいうことになるんで、屋根の端が多分どんどん壊れていくような感じになります。だからまあ、日層季節的な仕事をするのかしないかっていう、まあ覚悟決めろっていう分岐点に来たんかもしれないですね。こんな感じで頑張ってるよ、バイバイ。